ャプテン浩司です。はい、朝活、道端の草刈りと、歩道の草刈りを今からやっていきます。久しぶりにね、撮影になります。家の近くからね、ちょっとやっていこうと思います。ここ道端ね、ずっと向こうの方からね、ずっと、毎日ね、買っております。はい、それではもう早速やっていきますので、ただいまの時刻は2024年の8月の2日ね、8月の2日金曜日でございます。それではね、見ておいてください。またね、ここからやっていきますので、ずっとね、8月2日金曜日、週末前ですね。はい、少しずつね、いっぺんにね、カットできないからね、もうきついからね、少し、10分ぐらいね、はい、こんな感じでね、進めていっております。買った草はね、もうこのまましております。枯れたらね、小さくなってきますのでね、そんなにね、今生えてる草がね、どん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 ね、伸びてくるからね、伸びてくるというよりももう成長しきってるんで、ちょっと鬱陶しいのでね、もう買ってますね。成長しきってますので、だからこういった草はね、もう伸びきってからね、小さいうちに買ってしまってもしょうがないんで、伸びきってしまってからね、買った方がいいと思いますので、しばらくちょっと待っておりました。で、すごくね、うっそうとね、うっそうと茂ったらもう見栄えが悪くなるしね、よいしょ、あんまりね、草はね、触らない方がいいんですよね。あんまり触るとね、手にね、なんというかね、出来物というか、何かできるんだよね、手にね。かゆいんだよね、それがね。かゆいから、あんまり触らないで、できるだけ触らないでね。こういう草はいいんだけどもね。場合によってはね、毒というか、すごくね、かぶれる草があるんで、気をつけないといけないんだけども、まあ僕いつもね、こうやって草刈りやってまして、草を触ってるんで、抵抗がつくというか、あんまりかぶれることはないんですけれども、楽しいよね、草の種類によってね、かぶれる草があるんで、ちょっと気をつけましょう。よし、もうすぐ終わりますんでね、どん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 進んでいきます。よいしょ、
はい、どん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 進んできますね。5メートル、5メートル、10メートルとね。こうやってね、中腰になるとね、足の筋肉も使いますのでね、一石二鳥です。よいしょ。減税の特別給付金かな。昨日ね、役場からね、減税給付金、減税のね、所得税減税の、あれかな、特別のね、給付金が出るらしいですね。はがき、封筒が届きまして、そして、申請すればね、3万円いただけるということで、今日、申請のね、郵送でね、役場にね、申請の、折り返しのね、封筒を提出しようと思います。簡単だよね。おかみ、政府がね、岸田さんがね、そういった処置をしてくれてるみたいですね。所得税減税特別給付金、特別じゃない、なんとか給付金というね、なんとか対策、ちょっと名前忘れたんだけども、まあそういった名前のね、個人事業主、事業主にね、そういった処置がね、あるらしいですね。よし、それで3万円入ってくるんで、ちょっとね、嬉しいですよね。夏場、この暑い時期なんで、飲み物とかね、アイスクリームとかね、買ってよく食べるんで、助かりますよね。夏場にね、だから、ちょっとみんなにね、1万円、2万円でもいいので、ちょっとみんなに、麻生さんの時のようにね、麻生総理大臣の時のように、まあ、10万円とは言わないけれども、1万円、2万円お小遣いが入れば、相当嬉しいですよね。はい。すごいね。はい、こんな感じでね、いつもやってるということで、まあざっとこんな感じで。5メーター、10メーター程度ね、やっております。ちょっとね、あんまりね、頑張りすぎてもいけないんで、汗がもうちょっと出てきましたけども、次の現場に行きますので、まあ枯れてはいるんだけどもね、この辺、こっち側は、ちょっとね、枯れてますので、除草剤撒いてる、除草剤撒いてるんだと思いますけれども、でもね、除草剤撒いてもね、こんな感じでね、枯れるんだけれども、しばらくね、こうやって伸びたままになるんで、まあ、ほったらかしてもいいんだけどね、まあ、やりましょう。少しでもいいのでね、やっていきます。
はい、それでは次の現場に行きます。はい、キャプテン浩二です。今ねメモリーがねなんかおかしくなってしまって動画が撮れてなかったみたいです。ただいまの時刻は、2024年の8月の2日金曜日朝5時38分になります。このようにね、ドクダミがねよ、歩道にせり出てきておりまして非常に鬱陶しい。今ね、業者さんが向こうの方ね、作業しておりますのでおそらく今日はねこっち側もね、作業に入ると思います。そして車がねもううるさくてねここはもうちょっと嫌だね、嫌な現場だね。ちょっとね時間が押してるんで次の現場行きますのでもうこれで終わりたいと思います。いかがですかね、ドクダミね、これもうほんと鬱陶しいよね。これさっぱりしたいよね。もうとりあえず歩ける邪魔にならないようにちょっとカットしておきましょう。こんなところね横に出てくるからね。はい、それではまた次の現場行きますのでよろしくお願いいたします。はい、キャプテン浩二です。カメラがね動画が落ちるんだよね。ちょっと今手に持ち替えて手で持ってねやります。時々落ちるんでご了承ください。そしたらねここねやっていきます。まあこんな感じでやるんだけどもね、今日はカメラ撮影してるんで短めにやっていきましょうかね。ちょっとカメラの調子が悪いね。はい、こんな感じでね無理しないでねやっていきたいと思います。でまだね右肩はね、痛いというか調子が悪いので右肩で筋トレというか右肩を動かしたらまだ痛いのでちょっとやめときます。左手だけでねはわいていこうと思いますので、時々自撮りもしますけれども、ああ蒸し暑いね今日は。昨日はね日中ね36度でしたけれども今日もねちょっと昨日よりもね1度高くなって37度になるということでございます。今日はもう10メーターぐらいしたらやめようかな。汗がねで汗が出るというよりも湿度が高いので、汗が出るんかな。この後ね帰ったらね、シャワー浴びますのでさっぱりしますので、ちょっと気持ち悪いんですけどもね、こうやってしっかり汗かいてね朝のうちにねしっかり汗かいて、そしてまあサウナですね、サウナに入ってるみたいな感じかな今。そんな感じで今はね家に帰ったら水風呂に入ってもいいし、水のシャワーでね冷水シャワー浴びてもいいしね。給付金減税処置、減税処置給付金って言ったかな、なんか知らないけどもそんな感じのものでございました。3万円もらえるって嬉しいよね。なんかね詐欺に注意って書いてますのでね本当にねそういったものに注意してください。特にね電話でかかってきたりするんだよね。電話でかかってきてそしてなんか振り込んでくれとか取りに行くとかね、自宅まで取り行くとかねいう詐欺がねあるんで、そういった
狙われやすいところっていうのがやっぱりあの一人暮らしのね、おばあさんがね、おばあさんとかおじいさんね、一人暮らしのね、高齢のね、そういったところにつけ込んで、あの弱いところにつけ込んで狙われるんで、まあ本当に注意しないといけないね。しっかりしないと、もう80過ぎてる老人の家を狙って、そういった詐欺を仕掛ける。そしてオレオレ詐欺とかね、今まであのちょっと流行っておりましたけれども、それもね、あのおじいさんとかおばあさんとかね、あの耳が聞こえにくいから、耳が聞こえにくいから、あのコロッと騙されやすいんだよね。あ、ちょっと汗かいてきましたので、ちょっと汗を拭きながらやりましょう。気持ち悪いんだよね、腕とかもう汗がね、垂れており、滝のようにね垂れております、腕がね。はい、こんな感じで。僕の顔見ますか、どっちがいい、入ってるところを見るか、僕の顔を見るか。なんかね、喋りながらねやっていきましょうね。はい、こんな感じでね、すごくね綺麗になるんだよね。あんまり長時間撮影はできないのかな。はい、今やったところを見せますと、こんな感じね。あ、5メーターぐらいしか行ってないけどね。はい、そしたらまた次の現場でまた撮影します。今日はね、皆さんにね、日常どうやってやってるかね、常日頃ね、どうやって、ボランティアで、朝活やってるかというところをまた見せ、時々に見せとかないとね、忘れてしまうと思いますので見せております。はい、それではまた次の現場で撮影します。しばらくここでね、6時までね、やっていきます。はいはい、キャプテン浩二です。はい、ただいまちょうど6時になろうとしております。今日はね、5メートル、7メーターぐらいかな、こんな感じで、やっておりますけれども、気分が乗ってくるんだよね、これやってるとね。単純作業なんだけど、ただね、こうやって右の方に、ほうきではわいて寄せるだけの作業ですので、あのすごくね、セミの声がうるさくなったな。瞑想、マインドフルネスって知ってますかね。瞑想みたいな感じですね。何も考えないでね、もうただただこうやってやるだけで、体調が良くなるというかね。これ毎日の日課にしておりますので、すごくね、これ終わった後ね、すごく体調がいいんだよね、だんだんね。眠気もね、覚めてね、もう朝のね、セロトニンがね、脳内物質、ホルモンかな、物質ね、脳内物質、セロトニンがね、脳にね、出てね、まだ太陽が出てないんだけども、すごくいい気分ですね。もう単調なこんな作業だけどもね。あ、また上から降ってきたな。で、またね、どん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 積もってね、来るんだけども、もう毎日ね、やると。今ね、僕、すごくね、気分がいいです。ね。これを毎日続けることによってすごくね、体調が良くなって、心身ともにね、バランスが、良くなってね、いいというか、もうこれもう毎日続けてるからね、晴れの日は毎日続けてるんで、こういう風になります。ということで、もうまたこうやってね、積もってくるんだけどもね、詰まってくるんだけど、今日やったところね、すごく綺麗になってると思いませんでしょうか。ね、これだけでもう僕自己満足なんですよね。
これでまた少しずつ積もってくるけども、またやればいいだけのことなんでね。こんな感じでね、すごく綺麗になってますし、でこういったところはやっぱり毎日やれば気分もね、爽快になってきますんでね、やってるわけでございます。ちょっとセミの声がうるさいけどね。はい、そんな感じで、次の現場行きます。はい、キャプテン浩二です。次の現場に来ました。今ねパトカーがね通っていきましたけれども、朝のねパトロールですかね。はい、次の現場は以前来たと思いますけれども、東区のね公園の草刈りを今やっております。今歩道のね草刈りをこんなにね綺麗になりましたというところを見てもらいたいんですよね。ここはね通学路になってましてね、子どもたちの通学路になってまして、すごくね草がね、伸びておりましたので僕が買っております。こんな感じでね、ちょっと広い面積ですけども、あと残りも少なくなってきましたけれども、こんな感じでねポツポツとまだ草が残ってます。今日はねここやって、ここやって、それで向こうも、向こうは明日やりますね、向こうの方はね。でこっちもね草がね、たくさん伸びておりますので、ね、先月かな、業者さんが入って機械でね草刈りしたんだけれども、またねうっそうとね、伸びておりますので、少しずつでもいいので手入れすればすごく綺麗になるというところを見せたいと思いますね。ここもねこっち側もね買っております。こんな感じでねすごくね綺麗になってると思いますね。この辺ね休憩場所でいいですよね。草がなければねすごくね、見栄えが良くてね、すごくいい感じになってくると思いますので、やっぱりね人が入ってね、手入れしないとダメかなと思っております。この辺もね、どんどん綺麗にしていきますので見ておいてくださいね。はい、ここもね今日はねここやりましょうかね。これねこの周りちょっとねから順番にこうちょっとこの周りをずっとやっていきましょうかね。鬱陶しいですよね。すごくいい休憩場所 だと思いますね。ですのでちゃんとね人が入ってね手入れしていればね、すごくいい景色で、いいと思いますので、やっていきますので見ておいてください。ただね、後でねまたね終わりましたら報告しますのでよろしくお願いいたします。やってるところはもう 見なくていいね。すごくね景色のいい場所なんですよね。ここねパワースポットというか、ちょっとセミの鳴き声がうるさいですけれども、やっていきましょう。はい、それではまたよろしくお願いします。はい、キャプテン浩二です。7時になったらねもう帰りますので、あと12分ぐらいで終わります。でこちらの方ね、さっぱりしております。まだねところどころね草がね伸びてるんで、これはねもう明日やります。ぼちぼちやっていきますのでね、よろしくお願いしたいと思います。そしてね最後のね今からねこの周りね、この周りの草をねちょっと取っていきますので見ておいてください。もうね喋りませんのでこのまま見ておいていただければと思います。はい、始めます。
はい、ほぼ終了ですね。はい、いかがでございましょう。こんな感じで終わりました。綺麗になりましたね。順番にね、向こうから順番にやっていきますけれども、明日はねこちらねやっていきます。この順番でね、すごくね綺麗になったと思います。ちょっと伸びてる草をねちょっと刈っておきましょうね。
はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでね、毎日ね、ちょっと大変ですけどもね、やっております。はい、それではご視聴ありがとうございました。この辺で終わります。またよろしくお願いします。